俳優の小栗旬が主演を務める D テレビオリジナルドラマ、銀魂に世にも奇妙な銀魂ちゃん。8月18日配信に、声優の立木文彦が出演することが9日、明らかになった。立木文彦同作は、漫画家、空知秀明が、週刊少年ジャンプ、集英社、で、連載中の同名コミックを原作に、福田雄一監督が実写化のメガホンを取る。パラレルワールドの江戸を舞台に、宇宙からやってきた、天人、アマント、と侍、坂田銀時、小栗旬の間に起こる様々な事件を書く。2017年に公開された映画、銀魂は実写邦画がナンバーワンヒットとなり、連動した D テレビオリジナルドラマ、銀魂三つ葉編も制作された。今回も、8月17日に公開される映画、銀魂に起きては破るためにこそある、と連動し、Z テレビオリジナルドラマ版が配信される。今回は原作でも人気の高い3つのギャグ回を実写化。眠れないループに入った神楽、橋本環奈が、眠れない夜、を連呼しながら、ヒンジを巻き込んで何とかして眠る方法を模索する、眠れないある編、禁煙ブームの煽りを受け全面禁煙となった世界で、土方、柳楽優弥がタバコを吸うために遠い宇宙に冒険の旅に出る、土方禁煙編、ヒンジと土方が大嫌いな歯医者で地獄の体験をする、いくつになっても歯医者は嫌編、の3編で構成された。ドラマ版のみの出演キャラクターとして、原作でも人気を集める、腕ダメなおっさんイコールまだを、こと長谷川泰蔵がミツルを辞して登場。何をやってもうまくいかないキャラクターではあるものの、かつては幕府の要職も務めたこともある謎の多い人物だ。アニメシリーズでも同キャラクターの声優を務め、数々のバラエティ番組でもナレーションを務める立木文彦が役者として出演。小栗旬扮する銀次や、柳楽優弥演じる土方と共演する。今回、立木が演じるマダオのキャラクタービジュアルも初公開。役者としての演技経験がほとんどなかった立木は、ビジュアル撮影開始時こそ演技に照れるシーンもあったが、と。影終盤にはマダオになりきって、ダメさ、がいい感じに染み出し、哀愁を漂わせるビジュアルが仕上がった。同作には他、映画、銀魂に、にも出演する松平片栗子役の堤真一、沖田総合役の吉沢亮、近藤勲役の中村勘九郎らが出演する。立木文彦コメントもともと実写版、銀魂の予告編のナレーションを去年やっていたので、今回、のオファーをいただいたときに、あれ、もしかして、今年もナレーションかな、と思いました。でも福田監督からお声があったということで、びっくりしました。今回、映像として、声だけじゃなく出演しましたが、自分なりの今やれることの精一杯のことは、かなりや、たつもりではいますので、長谷川泰蔵、イコールマダオ、を、愛を持って見守っていてください。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。